ものすごく、なるほど、ゲームプログラムってこんなもんかっていうふうに思ってもらえればいいんじゃないかと思っております。じゃあ早速、皆さんゲームは好きですか？僕はゲームすごい大好きです。小学校1年生の時にこのマリオ、スーパーマリオブラザーズ、これにあまりにハマりまして、朝4時に起きてお母さん起きてくるまでにこう言われることやりました。やる気ですね。ゲームみんな好きですね。ゲーム作ってくれないですか？ゲーム作ってくれない人いいね。いいですね。いいと思います。今日は作っちゃいます。僕も小3の時にゲーム作りたいなと思っていたものが、なんか友達がゲーム作る機会を持ったんですよ。同じ年の友達がね、ゲームって自分で作れちゃうんだと思って、母親に買ってもらったのがこのパソコン。このゲームとかアプリとかっていうのは、どうやらパソコンっていうものがあると作れるらしいということで、パソコン買ってよって言って買ってもらったのはこれです。当時価格3万円、そんなに高くないですけど、そんなに安くもなかったので、買ってくれた母親には感謝なんですが、これが僕のプログラミングを始めたきっかけになります。その時はずっとプログラミングやって、今もやってる、大好きなんですけど、そんな楽しいプログラミングっていうのを皆さんにやってもらいたいなと思っています。例えばこういう 3D、 これ鯖江の街ですよ。鯖江の街が 3D データになって、なんとオープンデータで誰でも自由に使って遊べるんです。鯖江の街を使ったパックマンとか、ニョッコとか、手芸とか、何でもできちゃうんですよ。で、何でもできちゃうんですけど、それをするためにはプログラミングっていう技術が分かってない人がいけません。あ、まあね、多分置いた。ということで、ところで皆さん、パソコン持ってますか？持ってる？僕も持ってる。持ってない？持ってない人？みんな持ってる。みんな持ってる。すげえ。それはすごい。というのも、日本の子供は世界の子供たちと比べてパソコンを持たせてもらえない国です。例えばイギリス、これね、13歳から15歳、中学生の 90% はパソコンを持ってるんですよ。でも日本だけ3割しか持ってる。もったいないね。パソコン持ってないとプログラムできないし、ゲーム作れないし。ということで、子供でも楽しく遊べるようなプログラミングできるようなパソコンを作ろうと思って作ったのがこの1号です。早速当てましょうか。皆さんの机の上にいろいろものがありますけど、実はこの中の半分ぐらいは今日持って帰っていただきます。すごい。お、今日3分いくらです？無料。じゃあお得です。いろんなものを持って帰ります。じゃあこれを開けてみましょう。このいちごジャムのパックは、以前は1500円税抜きで売っていたので、いちごジャム、まあ、若干値上がりしまして、1750円で税込み290円かかです。今日はなんかプレゼント、すごい。プレゼント開けて、中身の部品を、まあ、机の上に置いてください。机の下に落とさないようにバラバラの全部開けてください。基板、この緑の板ありますね。これ基板って言います。プリント基板。後ろにスポンジがついてるんです。これ保護用なんで、スポンジは外してください。スポンジ外してください。スポンジ外すと、表のケースみたいなのが取れます。ちゃんと取っちゃってください。ポンってやると、この基板の真ん中になんか黒いものが、四角いものがくっついたものになってますよね。実はそれがこの今回のこの部品の中で一番大きな部品です。一番頭がいい部品です。それの名前のことを CPU と呼びます。で、実は高級ですけど、こいつ100円です。この100円のコンピューター、コンピューターって、まあ、スマホとかゲームとかいっぱいありますけど、中身を開けて一番大事な部品っていうのはこの CPU なんですね。今回それだけは持ってます。で、こいつは100円のコンピューターです。ここで問題です。コンピューターっていうのは1秒間に何回計算
行かないだろうね。何回ですかね。正解はじゃん、5000万1秒。この1秒のうちにこの真ん中についてるちっちゃいこの部品は5000万回計算します。早いね。じゃあ2秒で何回10回。たった2秒で10回。早いぞ。10秒も5億回。100秒で50億回。皆さんの夏休みの宿題何秒だろうかな。まあこういう超速いっていうのがこのコンピューターなんですけど、こいつを自由自在に操るのがプログラミングっていう技です。あまり難しくないので、ぜひ組み立て終わって無事完成したら、ね、ちなみにこのイチゴジャムに乗ってるコンピューターはコンピューター世界の中で最弱です。上には上がいる。 iPhone1 秒間に200億回いいパソコン買うと10兆回、スパコン K は1秒間に 1K 回転になります。 1K って分かりますか？ 1K は1億2兆倍1億の1万倍が1兆、1兆の1万倍が 1K。 イチゴジャムなんと2億台分でも値段も結構高い、1120億円。まあこういうコンピューター、速さはいろいろありますけど、やることは基本的に一緒です。何計算させるか決めるんです。それがプログラミングです。でちなみに今から40年前に有名な会社アップルっていう会社がパソコンを作りました。これはイチゴジャムのように自分で組み立てて簡単付けして作るキットとして販売されてます。実際このイチゴジャムはこのアップル1とほぼ同じ製造です。40年経った、今の技術を使うとですね、昔666.66ドルって、まあ日本円だといくらか3、40万円だと思いますけど、1500円だったんですね。なので気軽に作って遊んで壊してください自分で作れるものは自分で違う直せますから安心です。じゃあ早速今からパソコンの組み立て、ハンダ付けっていうのをやっていきます。ハンダ付けしたことある人、もう2人頼もしいね。ハンダ付けで危ないと何ですか？そうです、熱くなるんです。ここにあるハンダゴテ、実はこれコンセント入ってます。これにここ水が置いてあるんですね。ハンダゴテのコケ台、これを押すと、あれ重力がないあっち、あ、白くなっちゃったみたいな感じで、握ると躍動します。パッと触る上だと白くなる程度で大丈夫です。つまり熱いのでやけどに気をつけましょうということです。もう一つ注意点があるんですが、ここは後で発表します。まずですね、ハンダゴテを出してもらって、このハンダゴテ台、ハンダゴテ台ですね、ゴテ台を、ハンダゴテは基本的にお箸持つと引いての方で置くので、あれならこのお父さんお母さんも座席を変わってもらって、できるだけ置きやすい場所にゴテ台を置いて、そこにハンダゴテを置いて、でハンダゴテの電源を出します。必ずハンダゴテに置いてから電源を出します。イチゴジャム T の組み方がかっていうところをとりあえず見てください。でそこには左上から順番にどのように組み立てるかが書いてあります。で最初に部品を選びます。で部品は最初の部品は蛍光っていう部品で R1R2R3 って書いてある部品です。その写真の通りなので R1 から R4 を見つけて上から順番に並べてください。